はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。はい、さあ、まあいろいろやってきたね、今日ね。今日はハードでしたね。ああ、もう疲れちゃった俺、あと数本頑張りましょう。はい、まあちょっといろいろあるんですけども、うん、まあ今皆さん J リーグベスト1130周年あって、うん、選ばれたりとか、まあ公式でもね11年選ばれてましたけどね、この間ね、うん、ああそうだね、うん、まあまあそんな中でジョーさんが選ぶ30年の中からベスト11をね。いやいや、もう急に言われたって無理だよ、そんなの。じゃあゴールキーパーから。いやいや、もうそれ無理だよ分かんないよ、そんなの。だっていろんな選手いるじゃん。まあまあそうですけどね、ちゃんとベスト11選びたいから、それだったら。いやまあそうですね、うん、これまた次回にしよう。絶対に語られない話がここにある。ジョーチャンネルスタート。じゃあ、記憶に残る悔しかった試合3戦とかね。悔しかったのはない。え？悔しくないの？いやなわけないでしょ。悔しくないよ。あとまたね、J リーグの公式の方にあるんですけども、うん、1998年の横浜マリノス対ベルマーレ平塚の神奈川ダービー。おお、これね、いい試合だったんですよ。覚えてないよ。何でもないよ。分かんないよ、もう何十年前の話なんだけど。いや、そうなんですけどね、浦和レッズがね、ACL 勝ちましたね。そうですね。ね、本当に。結構前ですけどね。まあそうなんですけどね。うん、まあでも良かったですね。決勝どこでやったの？ん？あれでしょ。中東のチーム。中東のチーム、はい。アルアハリでしょ。これ本当にカットしなきゃダメかも。うん、カットです。でも絶対使うけど。いやだめだめ、カットカットです。アルヒラルでしょ。アルヒラル。アルヒラルですね。なんだそれ、カプテンで言ってきたの。まあでも浦和すごかったね。いや、いい試合でしたよ。うん、超満員だったね。いや、レッズはやっぱすごいですね、すごいサポーターが。いやだからやっぱり本当にこうアジアとか世界に戦えるサポーターを持ってるよ、うん、だから浦和レッズはもっと強くなきゃいけない、うん、って思う。圧倒的な強さを持って、うん、アジア、そして世界を取りに行くぞっていうチームに、うん、俺は昔も言ったことあるんだけど、うん、ならなきゃいけないクラブなのよ、うんうん、でももっと多分クラブって大きくできると思うよ、うん、浦和レッズのあんだけサポーターいたら、ね、確かにやばいよ、あれ。震えるよ、見てても。選手も熱くなるだろうし、うん、まあ海外のね、あの試合の時の海外の記者の人ちょっと話したんだけど、浦和レッズのやっぱりあのサポーターの数と、うん、あの応援と、うん、いや本当に世界屈指のクラブだって言ってたよ、うん、そうだから J でも圧倒してね、うん、勝ってほしいなっていうのもあるしね、うん、もうなんか向けてるのがもうアジア以上に世界に向けてほしいなっていうクラブだよね、うんうん、だからね、レッズにすごい選手が来たりとかね、現役のとかになってほしいですよね。そ そう、そうなの、すごいクラブになれる土台はあるから、うん、まあ確かにそれをしてほしいな。真っ赤でしたもんね。だって5万人、5万3千ぐらい入ってた、ね、2、3か3千入ったでしょ、はい、なんかもうスタジアム全体揺れるらしいですね。いや、そりゃそうだよ。でも対戦しててもやっぱりそうだった昔。あ、ちょっとやっぱブーイングされるのちょっと嫌だったもんね。浦和レッズのサポーターの方に攻めに行くのがすごい嫌だった。ああ、やっぱプレッシャーなんですね。ああ、いや、プレッシャーっていうかもう行きたくねえなって思うぐらい圧力がすごかった。でも憧れてたって、まあ、うちのサポーターだったらなって思ってたよ。このサポーターの前でやりたいなっていうのはすごくあった。まあ浦和レッズね、皆さん本当におめでとうございます。おめでとうございます。ね、本当にね、はい、で何、本題は何だろう。いや、本題はさっき出したお題だったんですけどね。あとこれもありますよ。何何、ウエストランドの井口さんね、もう本当にジョーさんのこと大好きらしくて、相当ジョーさん愛を語ってましたよ。そうなの。はい、もう大ファンなんですって。へー、もうだから18番つけてたりとか。何18番つけてた。ジョーさん18番だったから、うん、フランスの時ね、こう好きな番号も18ってあれしたけど、こう理由付けがなかなか難しいんだけど、うん、今回 M1 が18代目チャンピオンになったから、うんうんうん、まあ、その奇跡も重なって、もう堂々と今度から18番が好きだって言うって言ってましたよ。あ、この間だから、あったじゃないですか、コラボした時のね。あの時ほら、撮影コーナーだった。ああ、なんかあの時か。そうそうそう、エルブラスターさんの。そう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 、うん、ああそう、会いたかったらしいですよ。あ、本当。はい、ありがたいね。多分ジョーチャンネル見てますよ、きっと。見てないでしょ。いや、見てます。なんかメッセージ言ってあげてください、ゆうさん。ゆうさん、もし、まあ、チャンスがあれば、はい、一緒にね、はい、まあ YouTube でも、はい、やりましょう。テンション低い。テンションそれね、がっかりしますよ。何が。江口さん見てたら。あ、そうなの。いや、ものすごい熱量で言ってたんですよ。あ、本当。はい、こう会ったことありますよね。いや、お会いしたことはないんだよ。
でもなんかこう撮影で一回一緒になってるんですよね。なってる？なってんですよ。ああ、何十何人の壁みたいな。そう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 。あの時井口さんいらっしゃったの。あ、いた。あ、全部いたね。そう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 。あ、いたんですよ。でもその時何も言わなかったよ。そうだから僕も、まあ、だから多分その時の、うん、今一緒にやるからみたいな感じになったから、うん、こうやって言っただけだよ。いや、そんな感じじゃなかった。いや、本当に好きだったら、うん、その時に声かけてくれるでしょって。いや、だからもう好きすぎて声かけれないってあるじゃないですか。休憩の時もさ、あれもうあんだけ人数いたから。そうかそうか。そう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 。うん、もうそれぐらいの熱量を感じて。まあでも本当にそう言っていただけるのはね、はい、ありがたいです本当にね。まあ今ね、M1 チャンピオンでちょっとお忙しいでしょうけど。まあそうでしょうね。はい。うん、タイミング合えばね。ないと思うけどね。うん。うん、いや、合えばコラボですね、うん。まあコラボというかね、うん、失礼じゃん。樋口さんのね、はい、オートコラボみたいなことをさ、まあまあ、言えないよこっちだって、まあまあ、でもなんか好きであればね、樋口さん。まあだけどさ、まあちょっと難しいと思うよ、うん、多分、まあ、まあこっちはね、はい、すごくね、別にやる気があるわけじゃないけど。おいおかしいでしょ。でもさ、そんななかなか M1 チャンピオンは本当に忙しいから、うん、いや、そうなんですよ。だから本当に機会があれば、機会があればね、ぜひね、樋口さんね、はい、一緒にね、うん、ボートレースでもちょっと何それボートレースだ。ユウさんだってさ、サッカーのこうさ、ウィナーとかさ、あ、そうです、好きでしょ、うん、多分ボートも好きだと思う。あ、確かに。まあでもね、まあでも本当サッカー好きでいただいてね、ありがたいと思いますし、機会ありましたらよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、まあ見てないと思うけどね、これ。いや、見てますよ、ね、もうね、ユウさん、ね、はい、もう2問目呼びかけたの。そんななんかいろんな話してるけどさ、はい、今日はちょっと今いろんなの混ぜてね話しましたけど、次回じゃあ J リーグベスト11とかやりましょうか。でももう30周年そうだね。でも30年か、うん、あっという間だね。でも J リーグどうなんだろう、皆さんはねどう思ってるのかな、積み重ねてきたのか。やっぱりさ、センセーショナルだったじゃん、93年の、まあそうですね、やっぱり J リーグ開幕ってね、うんうん、やっぱりすごかったし、もうお祭り騒ぎで、はい、世の中がもう本当 J リーグ一色になった、うん、時代でしょ、はい、でこれがさ94年95年96年あたりこの辺までうわーっと盛り上がってさ、うん、98年に初めてワールドカップに行って、うん、うわーなってからの、うん、ギリギリ2002年ぐらいまで日韓ワールドカップで、うん、ね、日本でも開催するって盛り上がったよね、その後だよね、うん、やっぱり難しくなってきて、うん、で J リーグもやっぱりちょっと衰退してきて、うん、観客動員数がガタッと減ったりさ、うん、あったわけじゃない。まあそうですね。だからこうさ、グッグッグッと伸びてきたわけじゃなくてさ、うわ、ん、曲折があったんでしょ。そうですね。だからまあ日韓の後ってもう割とこうみんな海外ワールドカップ後行っちゃうようになってきたじゃないですか。それもありますよね。ね、なんか日本のトップ選手はもう海外に行っちゃ う, っていうか、ね。そうだね。まあだからそれだけさ、うん、まあ世界のマーケットが日本にもう少し向いてきたっていうのは、ね、はい、いいこと、うん、だけども、もう今のやっぱり現状考えるとさ。うん、やっぱりすぐもう海外があるって思うじゃない。そうですね。そうだから、そうなると夢がないんだよな今、うん、日本の J リーグって、うん、お金もないし、うん、でやっぱり海外行けばお金になるんだよ、うん、やっぱプロとしてだからやっぱお金も稼ぎたいし、うん、ね、やっぱりトップでやりたいっていう思いがあるから、ね、これはしょうがないのかもしれないけど、うん、ちょっと日本の J リーグも頑張ってほしいよね、うん、もうちょっとやっぱりさ、お金をさ、やっぱりしっかり払ってやってほしいなって思うし、うんうんうん、だって日本だって学べることはたくさんあるしさ、うん、でも昔みたいに93年94年とかってさ、外国籍の選手がすごい来たでしょ。はい、来ましたね。それで一気にレベル上がったじゃん、うん、いっぱいこう日本に来れればさ、ね、またもっと J リーグも盛り上がると思うし、うん、あとはやっぱりチームを作りすぎた、ね、これは J リーグの100年構想で、うん、結局地域密着型のスポーツクラブをね、うん、作っていく、はい、確かにそうなんだよ、うん、で今 J1、J3 合わせて60チームだよ、うん、これは俺やりすぎだと思う、うん、もちろん選手は雇用先があるし、うん、プレーする環境が増えた、これはいいことだよね、うん、選手にとって、はい、だけどこのファンの分散化だったりとか、うん、やっぱり地域密着を根付かしたいためにいろんなところにクラブ作ったよ ね、うん、ね、これ作りすぎだよね、うん、60だよ。こうしたらさ、やっぱ俺がチームじゃないけども、うん、もちろん地元の皆さんはそこを応援するし、うん、だけどさ、やっぱり一番最初に立ち上がった93年、10チームでしょ、うん、10チームですね、これってさ、やっぱり全国からさ、いろんな人たちがさ、うん、このチーム応援したいって、最高だったんだよね、うん、やっぱり。だからこれ難しいよね、地域密着っていうのもそうだけど、うん、やりすぎもダメなんじゃないかなって、うん、で、作っちゃったらさ、もうさ、消滅させることできないじゃん、なかなか、うん、そうです
ですね。だからこれ J リーグの課題だと思うよ、これから。うん、ここからどうすんのって、うん、で観客動員数も少なくなってくるし、うん、J3 だってさ、もうほんと何千人とかしか入らないんだよ、うん、何百人の時もあるんだよ。だ経営できないじゃん、まあ、そうなると俺はどっかの機関でバッタバタ潰れていくと思う、うん、運営できないから、うん、だったらどっかでも本当に見切って J110 クラブのトップリーグ、うん、スーパートップリーグにして、うん、で J218 チームぐらい、うん、もうこれで終わりという感じにした方が俺はいいような気がする、うん、よくなかったあの時。まあでもそれであの週に試合やってくれてたじゃないですか。まあそうだ ね水道ね、水道でチームだったらやっぱそれぐらいやってほしいですよね。まあ水道でもいいよ 週1だとちょっとね、10チーム昔はさ、水道きついなって、はい、だけどヨーロッパとかやっぱり海外経験すると、はい、大したことないんだよね。あすごいやっぱりリーグ戦、カップ戦とか入ってきたりとかさ、うん、するのよ、はい、移動もすごい長いし、日本の移動なんて大したことないじゃない、うん、だからやっぱりもっともっとこうそういった部分ではちょっと変わってもう来てるだろうしさ、うん、だから別に週2回やればいいと思うよ、うん、それか2チーム編成すればいいんだもん。2チーム編成だから大体チーム1つ抱えるのが40人ぐらい抱えて、うん、あそういうことかね、はい、それでやっぱり水曜日はこのチーム、うん、土曜日はこのチームって形でやっていってもいいじゃない、うん、であとはやっぱ総合型スポーツクラブだよね、うん、こういうふうにした方がいいと思うんだよ俺、うん、J リーグのチームサッカーのチームをいっぱい作るんじゃなくて、うん、総合型スポーツクラブでサッカー、うんね、じゃあバスケット、うんね、バレーとかさ、うん、何でもいいんだけど、うん、総合型のスポーツクラブにして、うん、その競技場を使ったりとかさ、うん、そこの体育館使ったりして、うん、同じユニフォームつけて、うん、その方がさみんな応援できるじゃん、うん、この日はバスケット行こう、うん、この日はバレー行こう、うん、この日サッカー行こうね、うん、同じユニフォーム着て、うん、みんなこのチームの名前で、うん、で競技場もちゃんとさ回収してね、うん、でフィットネスとかさ、うん、いろんなのを使えるようにしてね、うん、その人たちを、うん、そうしようって言ってね、うん、会員の人たちはそこで自分たちの健康を保ちましょうよとかさ、うんうん、そうにして本当に総合型スポーツクラブにしたらもっといいんじゃないかなって俺は思うんだけど、チーム数増やすよりね、うん、なんかちょっと間違った方向に俺は行ってるような気がするんだよね、うん、まあ実際そのねあのチームの経営が難しいっていうところは結構大変なんですよね。いや絶対大変、本当に大変だよ。しかもライセンス制度を作ったでしょ、はい、赤字を出していけないとかさ、うん、いろんなの作ったんだけど赤字だよ。だって絶対みんな、うん、観客動員数少ない、うん、グッズもなかなか売れない、うんね、お金がないからいい選手も取れない、うん、そうなったらやっぱり魅力ないもんね、うん、本当にでも応援したいって思う人がいると思うけど、うん、でも運営って考えると難しいよね、うん、で企業もやっぱりなかなかね難しい今、うん、時代にもなってきてるでしょ。まあ、そうですね、スポンサーはね。だからさ、もう何こんなにダラダラいろいろ話したけどな。いやもうなんか一本になっちゃいましたね。いや、なっちゃいましたね。いやいや、まあ、ちょっと次回のね、うん、テーマを今でもベストイレブンはちょっとやろうか、はい、じゃあね今度ね、はい、やりましょう。ちょっと本当にベストイレブンはちょっとしっかりと構想練、ね、はい、りたいんで、はい、で今までの選手をちょっとね、はい、いっぱいこう出してみて、はい、でまあ自分のね、そうですね、そう対戦した人とかね、まあ、いろんなのやっぱりちょっと見てみたい、うん、そうそうそう、引退してからもね、そう、うん、だからなんかさ、もうそういうの懐かしくてこうワクワクするね、うん、そうですよね、うん、だから皆さんも多分いろいろね、そうそうそう、見てきてる方たちはこのメンバーだっていう人もね、うん、多分いると思うんでね、ぜひねコメント欄にもね、はい、いただきまして、はい、みんなでねなんかそういうの楽しむのはいいかもしれない、はい、そうですね。でフルピーはいるの？やっぱ93年から僕はやっぱ97年8年ぐらいのメンバーになっちゃいます、ね、選ぶとしたら、うん、まあでもその人そういう人のさ世代があるからね、そう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 、30年の中のですから、それはね選んでいい、どこでね自分がこうそ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 う、思いがね、あ思いが強いね、そうそうそう、あるよねそれはね、はい、まあ自分が選ぶですから、そうですね、ね、まあぜひ私もちょっといろいろ選んでみたいと思います、はい、はい、ということで今日はもうダラダラチャンネルという形でね、そうですね、はい、それでは皆さんまた、チャンネル登録よろしく。